はいどうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はね、リトルナイトメアというね、ゲームをやっていきたいと思います。レプチン、これ一回クリアして、でダウンロードコンテンツの第1弾ザ・デプス深淵もクリアしたんですけども、ちょっとね、久々にダウンロードコンテンツ新しいのが来たんで、やっていきたいと思います。その名もハイドアウェイですね。ハイドアウェイ、隠れ場所的な意味ですね。はい、新しいダウンロードコンテンツ、まあ、ちょっと前に出たんだけどね、やってなかったんで、ちょっと今日やっていこうかなと思います。で、チャプター選択かな？はい、チャプター選択ですね。はい、このゲームはですね、巨大な船に、連れてこられて、で、子供とか食べられちゃうんですよ。その船に来るお客さんとか、なんか巨人みたいに食べられるんですけど、まあ、そこから逃げるみたいな、まあ、ざっくりとね、そんな感じのゲームなんですけども、これがその、本来の主人公。ね、ダウンロードコンテンツは同じく船に連れてこられた他の子供たちの物語となってますね。これがザ・デプス、深淵。レプジンの動画にありますので、よかったら気になる方は見てみてください。で、今回こちらですね。同じ主人公なのかな？若干違うのかな？今回こちらですね。前作のダウンロードコンテンツと似てるんだよな。服着てる主人公の服が同じなのかな。あ、逃げれたんだ。ああ、そうなんですよ。前回捕まったんですよね、一回。前回のデプスで最後捕まったんだけど、逃げれたんだね。これ生きてんのか。生きてるね。生きてますね。さあ、動かしていきましょう。うわ、懐かしい。あ、ちゃんとライトも持ってんだね。懐かしい。操作、ほんと久々だから、まあでも、まあその感覚で思い出していこうかな。はい。このようにね、主人公を操作して、巨人とかね、敵にバレないように逃げていくという。まあ、バレてもね、捕まんなきゃいいんだけど。よいしょ。簡単に言うと、まあ鬼ごっこみたいなもんですね。ここ登れないか。よいしょ。この船にいる人たちは、みんななんか体がでかくて、なんかわかんないけど、この主人公とかはね、体が小さくて、こういった扉とかすごい大きいんだよね。よいしょ。これなんか、引っ張ってこなきゃダメだな、これ。持てないか。なんか運べるのがあるはず。よいしょ、暗いね。なんか持てるのないかな。この上かな。ほい。あ、登れた。ほら。あ、え、なに？抱きしめた。あ、こいつに協力してもらうのかな？はい。おー！すごい！今までこんなことなかったんだけどな。今回この変な小人と協力していくのかな？今までいなかったね。あ、こいついけねえんだ。わかった。なるほどね。はい。
すごい面白いじゃないですか。この小人を使うなんてことは今までなかったんだよね。はい。ナイスー。開けれんのかな。どうすんだろう。あ、すげえ、二人で押せるんだ。なるほどね。二人でなら押せると。暗っ。今回の敵なんだろう。前作、前回はおばさんかな？確か女だったんだよね。なんか男か女か分かんない敵だったんだけど、確か前作を女で。その前はいろんな敵が出てきたんだけど。はい。開けちゃえ、開けちゃえ。押せないのかな。俺だっていけないもんね。どうやっていくんだろう。あ、なんかカタカタしてる。あれ閉じちゃった。よいしょ。出てきた。待って待って。よしよし。大丈夫大丈夫。みんなで逃げよう。えいっ。みんなで逃げよう。乗して押して。あの箱は二人じゃなきゃダメっぽいな。こいつも助けちゃおうよ。待って。ギュッ。ギュッ。ギュッってすると仲間なのかな。なんかあるね。よいしょ。ポン。これリトルナイトメアの隠し要素ですね。こういうなんか、瓶とかいろんなとこに隠してあって、それゲットするとなんかもらえるのかな、スキンかな、なんかもらえた気がしますね。よいしょ。今小人3人いるけど3人じゃいけないのかな。あ、手が3つって書いてある。足りないね。おいでーっつって、おいで、行くよ、行け、おいで、おいでおいで。あははは、かわいい。行くぞ。はい、見直せ、見直せ、直せ。おお、力を合わせることが大事なんですね。よっこいしょ。さあ、今作の敵なんだろうな。まだ出てきてないからね。よし、ほい。なんか怖い。これ開けとかなきゃダメなんじゃないかな。よいしょ。これ開けとかないと逃げれないとかじゃない？そんなことないかな。俺結構深読みしすぎることもあるから、これな、だってこのギミックが何もないってこともないと思うから。あ、でも登らないね。もうないな。指差してる。嫌がってる。嫌がってる。なんだ。持ち上げるといやいやっていう。なになになに。かまじい、かまじいってあれだ、千と千尋みたいですね。これか。ここで釜飲んで開けていくわけ。おお。あ、動き出した、動き出した。
なるほどね。あ、いた。はい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 。まずこっち行ってみようか。はい。なんだろうこれ。でも小人登ってこないもんね。よいしょ。ん？これなんだろう。なんかいっぱい行くとこあるね。ここは違うな。ここも開けれない。なんだここ。よっこいしょ。この要素はね、ホラー要素的なのもあるんだけど、謎解き要素があってね。はい、はい、はい。この上もある。なんだ？で、なんでかまどあるんだろうね。あ、待って、瓶がある。ポン。でも俺、ここに来るまでになんか1個ぐらい見逃してそうな気するなぁ。結構な頻度で2個目があったから。よいしょ。なんだ？首吊ってない上でなんか。あ、人形か。うわ、来た！あいつなんだ。あいつ、ワンにも出てきましたね。あいつ、耳がいいんだよ。こいつ、目が見えないんだけど、耳がいいの。ここで俺、何を取るんだろう。うわあ、つこだ！うわあ、箱の中にいるけど俺。バグってる、バグってる。これ逃げれてるやろ。これ床がね、床が、これで布が敷いてあるところは足音ならないんだよ、確か。うん、俺、気づかんかったんだよね、ワンの時。ワンの時っていうか、最初の時。音鳴るやつね。自分で立てた音聞いてやがる。怖い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 。手投げか、リーチ投げかんな。よし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 。これなんだろう。よし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 。なんか右の方電気ついたな。右の方電気ついたな。なんかこれこの電動のコギリに触らせるんじゃないか。
違うかな。危ない危ない危ない。どうにかしてこいつに触らせるんじゃねえかな。もしくはこの音が鳴ってる間に、ちょっと待って、相当でかいやつだからこの音が鳴ってる間にマシに行く。よし、これで分かんないからね。待って、よしよし。